目室駅は、北海道加西郡目室町本通り一丁目にある、北海道旅客鉄道目室本線の駅である。駅番号は K27。電報略号はメム。事務官コードは11415。特急、十勝の全列車と、大空の位置を往復が停車する。1977年の目室駅と、周囲約750メートル範囲。右が、目室方面。 駅裏左寄りに、区形のエリン所貯木場とその左に、目室農協穀物乾燥調整工場と倉庫、駅裏右側にも、同農協の倉庫があり、それぞれ専用線が敷かれている。駅裏中央には、土場と高床貨物ホームがある。さらに、駅表右側には、赤茶色の屋根の古い農協倉庫前に、 細長いドバを挟んで踏切を越える2本の専用線が確認できる。昭和39年版全国専用線一覧では3本の農協線と1本の日通線が記載されている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成北海道旅客鉄道釧路支社によると、アイヌ語のメムオロペから転じたメモロベによる 二面三線の島式と単式ホームを持つ地上駅。本線は駅舎側の一番線で上下の特急全列車とほとんどの普通列車が使用する。2.3番線は交換や追い抜き対比、あるいは帯広方面からの普通列車の折り返しに使用する。お互いのホームは古戦橋で連絡している。帯広駅が管理し、 北海道 JR サービスネットが住宅する、業務委託駅、緑の窓口、自動券売機設置。営業時間外は、駅員不在となり、自動券売機も使用できない。1999年9月に、現役者完成に先立ちからくり時計が設置され、4月下旬から10月下旬までの間、1日6回人形が棒を叩いて、演奏をする。また、 おとのみの演奏も1日4回行われ、合計10回の演奏が行われる。目室町調整用欄によると、2019年度の1日平均乗車人員は277人であった。近年の推移は下記の通りである。目室町の中心駅。ありがとうございます。